おはようございます。11月27日朝6時27分です。まだ日は昇ってきませんが、そろそろ昇ってくる時間になるかと思います。実は皆さんに嬉しいお知らせがあります。ついにこの、ガーミン腕時計と、アクションカムを使いつつ、住友バイタリティで言えてねえな、バイタリティで頑張った結果、なんとついに1ヶ月間ずっともらい続けていた、週に1回、コーヒーをもらい続けてたわけなんですけども、先日スムーシーに当選しました。178円。このスムーシーをですね、美味しくいただきました。前回のように、ローソンでもらう直前とかもらったとことかを映像にしたかったんですけど、嬉しすぎてすっかり忘れてまして、映像の方はなんとか住友バイタリティのアプリでルーレットが当たるところは残せましたので、それをご覧いただきたいかなと。おそらくですね、この書いてある、スターバックス、どうなんでしょうね。2週間、いやいや2週間とかじゃない、4週間から5週間頑張ってようやくスムーシーが当たりましたから、スターバックスが当たるようになるにはおそらくもう2ヶ月ぐらい頑張らないと当たらないのかもしれませんね。でも、まあ、当たったっていうことですごい喜びたいと、そう思います。で、今日も走るわけです。もともとは健康のためだったわけですから、あまり変わりはないのですけども、変わりはないっていうのかな、いや別に変化はないわけですけども、妻に言わせますとですね妻に言わせますと、あ、また停止しちゃってる、動いてないと停止しちゃうんですね。妻に言わせるとですね、走ってないとね、止まっちゃうんだよこれ。そう。はい、妻に言わせますとね、この左にこの時計、ガーミン、右にこのリモコン、この2つをつけて、まるで手枷だと手枷だ、管理されているんだと、こうね言われちゃいましたよ。いや、わかるような気もする、それは確かに。だって、いいことだと捉えてるんですけど、僕はね、あくまでもね、いいことだと捉えてるんだけど、なんか自分以外の誰かに突き動かされて走り入っているような、そういう錯覚に陥るときは確かにあるんですよね。まあ住友バイタリティしかり、この腕時計しかりね、腕時計は、まあ、同じような腕時計持ってる方全国にたくさんいらっしゃると思います。このガーミンさんはまだまだ新しいタイプなので、持ってる方はいっぱいいらっしゃると思います。この時計にすっごい気に入ってるんだけど、時計に記録されてくるいい成績を、良い記録を残し続けたいっていう、なんか
たまごっちの時にあったような、そういう心境ってありますよね。僕はあるんですけど、そうね、まあマイケル・ムーア監督の歌詞119も見ましたけど、アメリカじゃこの GPS ウォッチをつけることを学校の先生に強制したそうで、ある州でそれが大問題になっていたようです。保険の料金を安くするためにつけたらしいんですよね。あと人事管理ですか。いや驚きの理由ですけどね。そういうことをまあやってたという話を聞いて、ああこれちょっと人ごとじゃないなとは思いましたけど、いや何言ってんだろうな。でも僕はいいことだと思ってるんですよ。変だな。もうちょっと頑張りましょう。この子たちはここに住んでるんですか？なんとも夜いないからわかんないんだけど、はいはい、朝やってるから多分ここにいると思うんだけど。ああ、いや風の強い日とかどこ行ってんのか、ちょっと風の強い日とか雨の日とかどこ行ってんのかちょっと心配だったんですよね。はいはい、夏ガキでも来てみんなビッグ壊してた。ああ、いや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 、4匹いますね。いや8匹ぐらいいる。8匹、あそうですか。ああ、夏の前にもらってってくれって言うんだけど、ああ頼んでんだけど、なかなか減るやつより増えるやつが多いんだから。そうですよね。ああ、そうですか。その辺に隠れてるんですかね。その辺に隠れてるんですかね。夜寒い時は。あ、そうですか。ありゃあ、いやー可愛いんだけどな、抱かしてもくれないのか。いや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 、日が出てきたな。41分、だいぶ遅くなっちゃうんだな。みんな無事で安心しました。おはようございます、太陽さん。今日も一日みんなを照らしてください。野良猫にもカルロス・ゴーンにも同じ朝日です。同じように太陽は照らしてくれると思います。よろしくお願いします。みんなが元気でありますように。どうでしょうか。今日は 4K で撮ってるんですけど、 4K の映像にちゃんとなってるんでしょうかね。心配です。それと見ていただく方が、4K って分かってもらえるのかな。
YouTube のあれを見ると 4K で撮った映像は隅の方に 4K って書いてあるよね。昔カラーテレビが出たての頃、まだ白黒の放送と混ざっててカラーだとテレビの隅っこの方にカラーって書いてあったもんですけど、同じかな、地デジという文字が出てきた時にそれを思い出しました。それと同じかな。そうだ、ついでに住友サイバイタリティの住友バイタリティの話をもうちょっとしておきましょう。なぜか今のところウォーキングではあまり、ポイントがもらえません。ある日曜日息子と、1時間以上ウォーキングしたんですが、その時ポイントもらえませんでした。1時間歩いて5キロでしたか、まあ、歩きですから大したことはないわけですけども、でもポイントはもらえませんでした。とても残念でした。でもある日走って5キロ行くか行かないかぐらいの距離だったんですけど、ちゃんとマンドに1日のマンド60ポイントもらいました。そこには心拍数って書いてあるんですよね。心拍数って、いや毎回そうなんだけど、心拍数って書いてある。それはひょっとしてバイタリティは心拍数を見て、ポイントを上げてるってことなんですかね。まあウォーキングの1時間が認められないっていうことであれば、ちょっと年配の人には大変なのかなってそう思ってますよ。自分ももはやそっちの方に入りかけてるのかもしれないですが、まあ、まだ走れますので走っとりますが、走るのが無理で、おっとっとっと失礼、走るのが無理で、いやウォーキングならできるんだけどっていう人がポイントをもらえないという事態になっちゃうんじゃないかなっていうのが一応心配ではあります。10月にバイタリティを始め、一応ポイントは毎日毎日獲得するようにしてるんですけど、そのウォーキングではもらえないというのが結構一日空いちゃったんで、ショックはショックでした。10日1日で60ポイントもらえるんで、10日で600ポイントということで、どんどん保険が安くなるんじゃないかと自分では期待してるんですけど、どうなんでしょうか。楽しみです。これはひたすら楽しみに生きていたいかなとなんちゃって思ってます。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。ではまた。